どうもこんばんは、NM です。プレイヤーズアンノーンバトルグラウンズスマートフォン版をやっていきたいと思います。ついにリリースされましたプレイヤーズアンノーンバトルグラウンズ、スマートフォン版アプリ、早速ダウンロードしてきたんですけども、これが初試合となります。荒野コードは僕やってなかったので、スマートフォンでやるこのバトロワゲっていうのは、これが初めてですね。ちょっと操作慣れてないんでね、あんまりおぼつかないかもし、いいプレイができないかもしれないですけど、なるほど、こんな感じね。っていうかさ、めっちゃクオリティ高くないか。荒野コードがさ、どれぐらい高かったかわかんないけど、これ何ずっと殴るんだけど。あ、なるほど、こういう感じか。あ、画面をどこ、これ、このなんていうの、パッドはここだけど、画面のこれで視点動かせるんだ。で、ここの、これでパンチね。これはこれジャンプか。で、これが伏せる。しゃがむか。で、これが伏せ。その場に伏せ。なるほど。いいね。なかなか、あ、もうこれ配置を覚えればだいぶあれだね。で、リーンはリーンはあれリーンこれか。リーンがこれ。いいね。さあ、あと20秒で始まるわけだが、おなじみのこの島のマップなんだろうか。まあ、あれだよね。PUBG、砂漠あんま人気じゃないからさ、ここのマップがもうなんか、原点にして頂点ですか。多分これから追加マップ出ても、ここがさ、一番いい、良くなるんじゃないかなと思うんだけどな。めっちゃバランス取れてると思いませんかね、この最初の島。さあ、やっていきましょう。マップはどこで開くんだ？これか。ポチンキ。ちゃって。ポチンキいっちゃうこれ。ポチンキいっちゃってもいいんじゃないかな。あえてね。まあ、あえてポチンキに行くっていう手段もね、あると思うんですよ。行くぞ。多分ポチンキはあそこら辺だと思う。つか、音でけえ、このゲーム。降りてるからか。まあでも足音聞きたいからね。大丈夫だよね。ちゃんとポチンキに迎えてるよな、俺。もうちょい向こうか。オッケー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 。ポチンキ来たけど、でもな、結構いるな、やっぱり。ポチンキ人気か？ 2 人かな。いや、上の方にまだいるんじゃない、これ。後ろとか。これ、あれどうやるんだろう、周り見るやつ。 OK、 降りたよ。よし、行こう。さあ、最初にまずは、あ、スカーが好きなんで、スカーをゲットしたいところである。これどうやって拾うんだろうか。こうか、こうかな。あ、スコープ2倍かな。2倍。さっきの何倍なんだろう。あ、ちょっと待って、おぼつかないこれ。いや、でもさ、すげえよ、このクオリティ。スマホで。この影の感じとか、俺こんなスマホでさ、こんなに再現っていうか、できると思うのか。ドアも勝手に開けるんだ。ですね、今 iPhone X でやってるんですけども、iPhone X のさ、長い画面にも対応して、すげえでかい画面でできてますね。いや、マジすげえわ、これ。感動。これさ、やっぱり、無料でできるんだったら、荒野コードとかより、本家の PUBG やった方がいいと思います。中国版でしか今出てないんですけども、日本でリリースされるか、それとも中国版のが、ちょっと待って待って。中国版のが対応するかどうかはわかんないんですけども。まあ、多分日本では難しいのかな。拾って拾って。め、拾うの早いじゃん、めっちゃ。待って、銃の切り替えはどうやんだ？これもリロードされてる？リロードされてんのかな？おお、ちょっと待って待って待ってくれ待ってくれ。リロードはこれか。いいよ、ダブルバレルショットガン手に入れた。これめっちゃ強いからね、ダブルバレルは。飛び越えろ、飛び越えろ、飛び越えてくれ、頼む、これか。ああ、怖い。どっから撃たれた？足音するね。いるね。これすげえ足音聞こえんな。ちょっと待って。危ない。あ、いや、でも初キルできた、初キル。これどうやっとんの、どうやっとんのこれ。ちょっと待って、ちょっと待って。わかんねえ、わかんねえ。
ベスト、とりあえずベスト取った、ベスト。ベスト、多分こいつハンドガン持ってたんだけどね。エナドリ飲もう、どっかで。ちょっとエナドリを飲ませてほしいな。待って、ポチンキ激すぎる。エナドリはこれか。いいぞ。いいぞ。とりあえず1キルだ。いや、でもショットガンちょっと当てにくいな。エイムが難しいね。ハンドガン取って、ハンドガンももう自動でリロードされてんのか、これ。ショットガン持っておくか。いやー、AR が欲しいね。ちょっとマップ見て。あ、ど真ん中だわ。いや、ポチンキ最強。やっぱりポチンキは最強。いやー、攻めたいけど。走るか。行くか。いないかな、いたりしないかな。こんにちは。あ、いてるね。すげえさ、足音が。やべ、撃たれた。いる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 、普通にいる。マジか、マジか。やったよ。やばい、撃たれてる、撃たれてる、撃たれてる。やったよ、マジで。ちょ、初めてにしてはさ、もう2キルって褒めてくれよ。ちょ、待って、何これ。今、赤、警告みたいなのが出たし。ちょ、待ってくれ。どうやって拾うんだ、あのバッグは。バッグレベル2だ。一応これも取って、弾、ショットガンの弾もあるね。これなんだ。あ、これダブルバレルショットガンか。あいつもダブルバレルは持ってたんだね。あ、勝負する。めっちゃ勝負する。包帯やろ、包帯。近い近い近いよ、近いよ。近いよ。そこにいるやつのアサルトライフル奪いたいね。てか、ダブルバレルショットガン一発でやれるっていう保証がね。逃げようか。逃げるか。逃げよう。逃げて、多分向こうのね、2階建てのね。やべ、いる。危ねえ。包帯使って。向こうのね、2階。いるね、こっち見てるね。お、来い来い、そのまま来い、そのまま来い。そのまま来い。気づいてないだろ。これ音聞こえてんのかな。え、どっから撃たれた、あいつ。おーおーおーおお。やったよ、ねえ。16も手に入れた。そして気づく、弾がないことに。レベル2だ。やったよ、ねえ。結構いいと思わない？やばい、来てる。いるね、そこに。あいつ16持ってるな。車乗った。
あはあ、でも当たってるね。いや、今の仕留めとけばよかったな。いや、マップの中心だからまだいける。ちょ、ごめん。ゴミエイムにも程がある。あのね、スコープ持ってんだよね。スコープ持ってっから、4倍スコープを16につけます。で、2倍スコープを AK につけるわ。で、拡張マガジンでしょ、これ。違うのかな？これ何の拡張マガジンだ？ SMG なのかな？多分 SMG の拡張マガジンなんで捨てましょう。捨てて、一応救急箱使って、OK。この操作感はなくても予備知識があるから、あれだな。まだできてるな。操作の感覚は分からなくても、なんとか予備知識だけで戦えてる。いけるぞ、これ。あいつの車の音なんかそこら辺で止まらなかった？多分、あそこの倉庫入ったんじゃないかな。一応ね、いた。16に変えよう。ちょっと待って、難しいな、やっぱスマホは。すごい感度が高く感じてしまうけど。AK 持って突っ込むか？いた。向こう行ったな。ちょっと待って、これどうやってリーン直すの？あ、こうか。なかなかに難しいが、ボタンの配置を早く覚えたいところ。おっと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 、どこだ？ここで一人死んでるな。あの家かな。ちょっと待って、もう向こう行こう。いて、撃たれた。どこなんだろう。できるだけ離れたいんだよね。あれ、飲めてない。やった。マジで危なかった。マジで危なかった今の。なんかちょっと焦ったらエイムってさ、安定しない。焦った時ってさ、結構めっちゃ集中しない？ガーって。やった。待って、足音する。やった。回復、この子回復持ってない。なんかみんな、なんかさ、結構操作感がまだ分かってねえのか、なんか棒立ちになること多いよね。あ、レベル3だ。え、待って、9ミリしかないんだけど。やだ、もう。あったあった、これいける。いいよ。ちょっと待って、これドン活できる。調子乗ったかな。これドン活できそうじゃない？いけるぞ、これ。あ、待って。それが欲しい。
これ何？何があんのこれ。レベル2だね。自分が今傷ついてるかどうか。あー、でもレベル3、あ、傷ついてんな。傷ついてんだったらこっちのレベル2の、あれ、ベストの方がいいや。あ、これあれだ。弾だ。もらっておこう、556。16は、あれだな。スマートフォン版だとちょっと、てか、スコープつけたら狙いにくいな。みんなこんなパスパス抜いてんだろうか。やっぱ、なんだろう、回復。あ、もう取れないのか。回復も使えないしな。鎮痛1個使おうじゃ。鎮痛1個使って、鎮痛1個使って、オッケー。いいね。いや、もう4キルして、もう十分じゃないか、これ。怖いねー。これも、あ、8倍スコープだ。8倍スコープってさ、16につけれなくなったんだっけ。ちょ、待って、これ、こんないらない。ショットガンの弾もいらない。怖いよー。ちょ、みんな血の毛多すぎー。血の毛が多いな、ほんとに。包帯はもういいや。鎮痛飲んでるし。これね、最高画質じゃないんですよね。このもう一個上が多分あったと思うんだけど、俺ね、もう一個上があると思うんだけどな、確か。それはなんか、あ、違うわ、これなんかね、やべ、撃っちゃった。PUBG の1億万入れるときに、2つあるんですけど、もう1つの方選ぶとね、できないんだよね。そう、ゲームがスタートできないみたいなバグなのかな、わかんないけど、そういうのがあってですね。あれ、これどうやって開けるんだろうか。しゃがんだままじゃいけないとか。これ開くよね。あ、いた。あ、いるわ。16に変えて。ちょ、待って。これね、ちょっとエイムアシストがあると思う。うん、ちょっとだけね、今俺が開けたんじゃないよね。今俺が開けたんじゃないよね。まあいいや。とりあえず、あ、バギーあるじゃん。なんかいいところにバギーあったわ。バギーいるかな。一応乗ってっか。なんか今サプレッサーで3点バーストになってたんだけど、16が。ちょ待って、ちょ待って、ちょ、バカ、沼かよお前、マジ沼かお前。こっちだ。うん、なんかね、サプレッサーの3点バーストになってたんだけど、サプレッサーかな、わかんねえ。3点バーストになってたんだけど、なんかね、若干敵の方にさ、持っていかれたから、エイムアシストあると思いますね。さあ、こっから先は、16をこう、いかにね、使いこなせるかが大事になってくると思うんだよね。山ん中入ると。ああ、敵いたのか。多分ね、バギーとか狙いにくいと思うんだよな。普段、やばい。あ、でも言うてそのダメージ食らわない。普段ね、マウスとキーボードでさ、狙ってるけど、まあ下手くそだけどね。下手くそだけど、それでやると本当にね、スマホって難しいなって思いますね、これ。とりあえず園内に入りたい。園内に入りたいイコール室内に入りたい。ちょ、室内だいぶ大事。普段ならもう、あと何人、あと12人か。で、5人倒してると。普段ならね、あ、やばい、怖い。普段ならね、もうや、そ、やべ、いて。速攻で山ん中入るとこなんだけどね。
これ敵が撃つとあのコールオブデューティーみたいにマップに移りますね、赤点が。オッケー、ここら辺で降りちゃう。ちょっと待って、降りるのどうやんのこれ。こうか。いやでもあれだよ、だいぶ慣れてきたと思いますね。なんやねんその喋り方。さてここで迎え撃ちますか、出てくるやつを。いやーこれ、いや全然いいポジじゃねえな。でも一番上行きたくねえんだよな。ここえ、これさ草むら見えんのかな向こうから。どうなんだろう、こっちがちょっと高いから見えるかな。やっぱりここら辺なら見えないだろう。これで出てくるやつを迎え撃ちます。あのね、やっぱり円のさ、円周のギリギリにいると合っちゃうっていうかさ、この円周ギリギリを走ってくる敵もやっぱ多いじゃないですか。当たっちゃうんでね、あんま当たりたくないんだけど、今回の俺はいけそうだな。初戦にして5キルか、なかなか悪くないと思いますね。ただすげえガバガバだから敵も俺も。来ないな、あと10人9人。いけるぞこれは。あ、そこの家から銃声してますね。走った方がいいかこれ。走りますか。ちょっと走ろう。先にアンチに入ってしまおう。いやこの木の裏って言ってもワンチャンあるな。あの岩んとこ、あの岩んとこいる？いや、いないっぽいな。上から来られたらきつい。あと4人だ。あと4人だぞ。鎮痛決めるか。鎮痛決めて。あと20秒15秒あと3人倒せば勝ち、あと3人倒せば勝ち。行くしかねえ。オーケー、結構あれだわ、範囲外で音がしてる。あと2人だ。いける、全然狙えるぞこれ。ちょ待って、床打ってんだけど俺。もうあいつだけでしょ。初戦にしてドンカツなんだけど。やったー、これがスマホ版プレイヤーズ&バトルグラウンズじゃ。
PC ではほとんどドンカツ取れない僕ですが、スマートフォン版アプリではドンカツは簡単に取れます。これでPUBG です。はい、皆さんも、やりましょう。というわけで、また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。